生きてるかな。なんか急にショールームがまた止まっちゃった。うん、ただいま、生きてる、戻れたかな。ファンクさん、フリマルおバカさん、レッドさん、ありがとう。ねえ、いい感じの顔で止まってた、ループしてた。おっとっとさん、シルダルありがとう。鍋さん、ハートありがとう。私もなんかなんか話してた途中で止まっちゃったから、もう何話してたか分かんなかった。おっとっとさん、かっくんワイプさん、ようくんありがとう、鍋さんもありがとう。ギフトをさ、そういう多分読んでた子だかもしれない。だから止まった後に、あ、ありがとうちょっとありがとうございます。皆さん、うぽさんありがとう、みけおさんありがとう。大丈夫そう、よかった、仕切り直しですね。私リップ塗りたいけど、リップどこに開いた、うん、しんさんありがとう、うっぽさんもありがとう、シルダル、キャー、もうハマりすぎてる、最後の一袋食べよう。あー、ありがとう、ギフト読んでたよね。としきさん、ハートありがとう。みんな止まっても待っててくれて本当にありがとう、いつも。あ、かゆいかゆい、このネックレスもつけよう。今日は白 T、 ちゃんと可愛い服に。カムカムのシャインマスカットいいな。てかさ、シャインマスカットのさ絵文字出てもいいよね、スクラッチ音。あれ、これ逆だよ。え、いいな、いいな。カムカム美味しいよね。あ、シルダルのミッション頑張って。そうだよね、みんなやっぱり追い上げる、フォー常につけちょこ、いいよね。シャインマスカットの絵文字欲しくない？噛む噛む、確かに噛んでほやせできる。コカオタン、ハートありがとう。うん、確かにレモン酸っぱいよね。でもさ、それでもさ、もうさドハマりしてずっと食べちゃう。私も癖になるんだよ。ヨーグルト味なんてあるの？いただきます。髪がボサボサ。ヨウくん、ハートありがとう。うん、でも硬くなっても美味しそう。味うまいよね。え、待って、私さ、みんなにまだおはようメール送れてないからさ、このタイミングでちょっと送って送らせてもらっていいかしら。うん、嘘、髪の毛もうさ朝起きた瞬間ボサボサでびっくりした。この写真送ろう、ってなっちゃうかも。
か好かんな。ほんとこんにちはメールだよ。どれが漏れたかな。漏れたやつをちゃんと使うよ。これかな。9月、もう 23？ だからおはようだよね。全部受ける。もう3時のおやつじゃん。母さん汁だるありがとう。え、みんな今日の3時のおやつは何食べるんですか。私はもう決めてるんです。私が今日食べる3時のおやつはかっぱえびせんです。春分の日なの今日。そっか。うわ、チョロ食べたい。ドーナツ食べたい。てつさんハートありがとう。でも親子丼も食べたい。かっぱえびせんです。鼻かっぱえびせん言われてる。てつさんハートありがとう。イカ味なんてあるの。ストーチレモン味なんてあるの。あ、カムカムレモンいってらっしゃい。私に影響された。え、カルビー日本発祥なの。あれ広島発祥なの。いや日本はそりゃそうやろやけど、広島発祥なの。そうなの。そう、カッパエビセンになりたい。うん、はなかっぱエビセンをおやつに食べて夜ご飯に親子丼かなって思ってる。小顔たんありがとう。え、藤野に工場あるの。強い。そうなんだ。ドーナツいいな。みんなはおやつ食べないんだ。え、オルビスのユーダットの化粧水使ってる。いいの。どんな感じなの。何に聞くね。親子丼食べたい。今日は セブンにしようかと思ってたけど、中尾もいいね。だって歩いてご飯食べるべきだよね。やっぱりお店でご飯食べたい。確かに。でも中尾まで行ったら多分違うのが食べたくなるよね。私例えばカツオのたたき丼今やってるじゃんとか、うどんとか。やっぱ外でご飯食べるべきだよね。なんか今日人間として生活をできていない気がするの。薄暗い部屋でずっとここにいたら良くないような気がするの。ポテチいいね。ネギトロ丼あったら絶対ネギトロ丼にするね。お肌ツルツルになった。新しいファンデーションのおかげ。ほんと早起きしないと人間してる気分じゃないの。もう今日は全然。あ、でも確かにメイクした。あつじさん汁だれありがとう。やっぱメイクしたらすごいルルンルンルンってなる。し今日は新しいコスメをね手に入れたからね。メイクしたかった。あーそれすだちおろしうどん食べたいって思ってる。炭火焼き親子丼絶対うまし。そう。あ、でもなんか曇りっぽくなってきた。広島の天気。
今メール書いてるよ。橋もっちゃんち、ありがとう。シルダル、ヨウくん、シルダル、ありがとう。ホーユーさんもシルダル、ありがとう。え、唐揚げ丼なんてあるの？吉野家、なんか私すき家とか松屋とか吉野家とかそういうの全然ないの、家の近くに、近くに。中羽も頑張って歩いたらあるぐらいだから大変。1号店どこなの、中尾の1号店って。でも寿司も食べたい。中尾の親子丼好き。え、中尾行きたいなね。安心チェーン店近くにあってほしい。そう、遠かったらあんまりさ行く気にならない。遠いけど中尾が一番近いね。だって広島すき家とかめっちゃ遠くにあるよ。ドン・キホーテの近くにある。だから本通りとかかな。あー、丸亀製麺もうどこにあるだろう。バーミヤンって私初めてさ知ったんですよ。止水が一番ですか。やばい、転げてる。ケンちゃん、シルダルありがとう。すき焼き牛丼食べたいんだが。そう、すき家のさすき焼き牛丼に憧れを持ってるの。え、でしょ、エディオンのさあ裏なんだあれ、すき家って。そうなんだ。すみっこりこちゃんになっててもいい？見える？みんな本通りのびっくりドンキーかは、びっくりドンキーはハンバーグか。私さ全然なんかそういう、なんだろう、ファミレスとかさ行った経験はないからさ、あんまりうちは外食するようなお家じゃなかったんですよ。そんなしょっちゅう結構ママのご飯が好きで、私はママのご飯食べてそうだったから。でも全然近所じゃないから安心して。全然近所じゃないっつったらあそこには住んでないんだって、そうやってチェックになるけど。カズさんありがとう、ありがとう。ちゃんとね考えて発言してるから安心してね。不安になるよね、私が何でもかんでも言ってる人みたいにきっと思えちゃうと思うけど、安心してください。ちゃんと考えて言ってるからね。カツヤってあれですか、とんかつ屋さん。私カツヤは山口県で食べたことあります。山口県でカツ屋すごい美味しかった。豚汁とかサクサクのとんかつ、あー、とんかつもいいな。サクサクのとんかつって美味しいよね。なあ、ウーバーいいな。ちょっと確かにみんなもきっと私のお家をどこら辺だとかさ思わないよね。ね、とんかつ屋さん、あ、エディアのところにあるんだ。松の屋になってるの。え、なんかいろんな名前が多いよね、何屋とかさ。ね、豚汁美味しいよね。カズーさん、ありがとう。ちょっと待ってよ、今メール送るからみんなに。
松屋山口県3つしかないよ。やばい、特定されちゃうじゃん。コバリナさん、ありがとうハート。天ぷら屋さんいいな。天ぷらも食べたい。お、よし、メール行くわよ。バーミヤン私食べたことないんだ。行けー、送った。何、千田町バーミヤンあるの？千田町ってどこだ？りょうちゃん結婚してありがとう。結婚するか、わしと、わしと結婚するか、わし、うわっ、鉄板餃子とか食べたい。ちっちゃい一口餃子とか食べたいんだよね今。小人さんしりたる、パズーさんレインボースター、おはよう。めっちゃ寝れたよ。でもそん中も7時間半ぐらいしか寝てないけど、でも昼まで寝てた。コウジさんハート、そら豆さんしるだる、私も食べたい。やばい、私のお家が特定されちゃうよ。下打ちのお日様さん結婚してやったぜ。遠慮したっけ。あ、お姫様って言おうとしちゃった。下打ちのお日様さんはわしと結婚したいんか。わしか、もう引っ越すしかないな。パズーさんレインボースター、ようくんハートありがとう。いいな、いいな。油淋鶏、いいな。一風堂食べたくなってきた。本当に明日いいです言われた。なんで昨日の夜なんか寝つけなかった？なぜウェーイになっちゃったの？バヤスも確かにお好み焼きとか多い。分からん、チェーンは分からんけどお好み焼き屋さん多い。宇佐田さん結婚して、なんやわしと結婚がしたいんか。わしはの、わしはの、結婚100年待ちなんじゃ。小人さんシュルダルありがとう。洗濯物もう救えない状態です。餃子食べたい。私なんかお好み焼きも食べたくなってきた。お好み焼き食べたくなってきた。みっちゃん確かに有名。あ、おへささん結婚して、はい、あんたでの結婚100年110年待ちになったでの110年待っちょってくれんかの。結婚するなら家事全般やってくれる人前提。私確かに美味しいご飯作ってくれる人がいい。もう美味しいご飯作ってくれるし、
もうそれでも私もご飯作りたい。もうお掃除してくれる人、洗濯と洗い物をしてくれたら嬉しい。もう女王じゃん。でもお好み焼き食べたくなってきた。小人さん、キラキラさん、ありがとう。うわいいな。あ、問題発言。広島のお好み焼きが大阪のお好み焼きを敵に回すやつ。いいな、餃子の王将いいな。わ、ステーキとか食べたい私。毎日、もう執事やっとキラキラさん、汁だるありがとう。もんじゃも食べたい。私一時期めっちゃもんじゃ自分で作って食べてた。桜エビ、あの赤いピンクのエビが入ってるとめっちゃ美味しく上手にできます。とかキャベツもトロトロにね、やっぱ作るのが美味しいです。私今さ、え、はあ、かき氷を今食べたくって、考えています。間違った。桜エビ。かくら。何？新しく何？紫芋ミルク出てた。大美味しいじゃん。小人さん、汁だらありがとう。かき氷のマシーンはあそこにありますよ。雪帽子さんもいいけど、他のところでもちょっと食べたいところあるんだよ。思った、久々にさ X さ更新してくれた。でも LINE 全然送ってくれないから、雪帽子さん。ケフしちゃった。私今食べたいアイスもあるし、ケフケフしちゃってるわ。絶対食べるんだから。え、これとか売ってないのかな。ブラックモンブラン食べたい。にゃ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 、どんな時もどんな時も君を迎えに行くから。くるみのキャラメリーゼ、紫芋エスプーマ、紫芋ソース、自家製練乳、中からキャラメルアイス。ねえ、これいつも送ってくれて本当にありがとう。いいな、いいな、いいな、いいな。ビットさん、シルダル、ミッチーさん、ハート、おかえりなさい。イサオチ、ハート、ありがとう。出前のお好み焼きなら一銭さん、ボユーさん、ありがとう。イサオチ、ハート、ありがとう。大丈夫って、優しい。水分取ったら優しい。喉ケアしないと。
ウッポさん、ミルダル、ミルダルのやつ、シルダルありがとう。カズさん、音符ありがとう。ん、聞いてた？もう15時、やば。もう15時か。熱はない。熱はね、なかった。私はありがたいことに、みんななんかね、熱出てるからね。はっ、あ、シャトレーゼのアイス好き。丸ごとなんかマスカットとか桃とか、なんか何時まで配信しよう。でも動くかーってなったら、え、考えてみる。確かに X 見た。ちょっとリツイートしとこう。行くわよ、ポスト。イエーイ、シャトレーゼ。シャトレーゼ美味しい。確かにお菓子とかケーキのイメージが多いと思うけど、アイスもあるんです。そう、めっちゃね、美味しいよ。ナンバーワンさん、回復薬ありがとう。成田のしん、シルダルありがとう。シルティヨキ、髪の毛アイロンし始めようかな。髪の毛サラサラの方がさ、人間味が増すよね。え、人間味が増すよね。生きてる心地がするよね、きっと。しばさん、ありがとう。シルダル即通知、さすが。ちょっとカムカムレモンすごくない？レモン10個分のさ、うん、でもなんかこれ 見てるだけで唾液が出てきた。うん、トシーポさん、ありがとう。うん、なんかみんなヤッホー。シバさん、シルダルありがとう。ヤッホー。もうなんかカムカムレモン見てるだけでなんかよだれが出てくるからダメすごい、もうこれは脳が活性化しますね。ほんと美味しいんだよ。みんなヤッホー。カズサさん、シルダルありがとう。水飲めくど。確かにメイクで綺麗になって、え、ヤッホー。セブンの醤油ラーメンって量ある？あ、ちょうどいい。マジなんか朝ごはんにぴったりなラーメンって感じ。めっちゃね、ちょうどいいサイズよ。あのね、カレーうどんも味噌ラーメンも食べたけど、やっぱ味噌ラーメンはすごい濃厚、カレーうどんは、あ、でもほんとカレーが美味しい。で、やっぱ醤油ラーメンさっぱりしてるから、ほんとお汁まで飲める。私はお汁まで飲みたいなら醤油ラーメンだよ。でもカレーうどんも私最後オートミール入れてリゾットにして食べた。冷凍美味しい、やっぱり冷凍プリプリってしてる。プリ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 なの。ただの魚さん、スイルホースさん、ソイルホースさん、ありがとう。ね、よかった、ちゃんとメイクしてる状態で。みんな、おがこさん、ありがとう。ハート、どこからとびとびしてくれたんだろう。ももちゃん、ももさん、ハートありがとう。ね、明日もオフです。多分みんながやっぱり新潟県行ってるからかな。
残された私はゆっくりと休みます。休めって神様が言ってるんだよ。だけど明日は楽しみな予定があります。ん、メールも来た。かわいいな。髪の毛これのままでいっか。お休み満喫する。満喫させてもらうわね。なんか出張で疲れるんだなって思った。でもやっぱりお部屋の片付けをしないとだね。リコちゃん旧肌火じゃないね。確かに。あ、でもきっとこの今使ってるファンデーション今日新しく使ったんだよ。届いて、すごいなんか石鹸とかでオフできるしすごいいいの。そうなの。だからワンチャン旧肌になってるかも。そうね、ゆっくり過ごそう。確かに新潟までどうやってみんな行ってるんだろう。 M さんありがとう。だるまね、ニューシングルまですごく楽しみ。もぐもぐ元気にしてる。あれどこ行っちゃったんだろう。確かなんかもぐころがどっかコロコロンって来てコロコロコロンってなったんだよ。どっか行っちゃった。飛び飛びしてきたの。え、そう、初選抜すごい嬉しい。大阪で待ってて。え、新幹線で片道6時間はやばい。新幹線だったら東京から新潟って感じなのかな。え、大変。そう、館内デビルめっちゃ楽しみだよね。楽しみにしてて。でもなんか神奈川県に住んでいるファンの方もいらっしゃるからさ、なんかその皆さんにも見てもらえて嬉しい。小人さんシルダルありがとう。え、すごい、初見さんも多めです。ピクノーさん、ピクヌーさんありがとう。だるま、初選抜ありがとうございます。キラキラ星もありがとう。キラキラして。確かにプライベートジェットで。でもさ、みんなも大変よね、新潟まで行くの。どうやって行くんやろ。カムカムレモン発作が出てきた。そばの裏に行ったら新潟行けるかも。あ、YouTube でも見れるんだ。カナイデビル絶対見るしか。お、 TVK 見れますので録画ありがとう。10月6日金曜日です。ふっぱい。ケークピー、なんかいっぱい。何語なんだろう。サワディーか。うん、絶対違う。サラマッパギー、ヒヒさんハートありがとう。なんだろう、ケークピー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 ブイ。はい、インドネシア。はい、トゥリマカシー、トゥリマカシー、サラマッパギー。サリマカシー、おはようございます。ラマッパギー、アムトンさんありがとう。うん、酸っぱい、酸っぱいけどこれが美味しい。違った。照れ隠しはーい、喉に来た。
来ちゃった。すっぺ。けど美味しいから食べちゃうの。スラマッパギと汁だる。酸っぱい。ヤンインドマラガノントンギターをこうこうこう。スラマパギー。サラマーサラマンサラマー。慣れたのしんさん汁だるありがとう。バグさん汁だるだるまありがとう。豊かさんハートありがとう。雪帽子読めるんよ。ひひさん知るならありがとう。そっちまで酸っぱくなった。ルームのフォローありがとう。カズマさんハート、イサオチハートありがとうね。インドネシアすごい勢いあるよね。レイさんハートありがとう。インドママインドインドママインドジャパンママインドジャパンママジャパン。アムトンさんシルダルありがとう。わーアパーイニギター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 わかんない。ヨシヒロさんハート、イサオチペンライト。指姫さんたい焼き。フクちゃんシルダル。ケンちゃんシルダルありがとう。酸っぱく感じる？映った？水でむせて酸っぱいので喉痛めないでウケる。ほんと、え、ちょっとさ、カムカムレモンをさ、カムカムじゃなくてさ、ちょっとずっとほっぺの中入れてみるっていうチャレンジしていい？噛まないの。ママ、この子をインドネシアに連れて帰りたい。やばいやばい、連れて行かれる。連れて帰られちゃう。インドネシアまでお持ち帰りされちゃう。やばいやばい。ヒーヒーさんハートありがとう。めっちゃ面白い、めっちゃ面白い。私それ成田のシーン、うっぽシルダル、フォーユーさんもシルダル、フリマロバカさんもシルダル、ヒヒさんハートありがとう。ケンちゃん、うん、ここ読んだか。指姫さん、イサオチ、ヨシヒロさんありがとう。カラオケ配信したい。今日の夜しようかな。パポちゃんハートありがとう。キングたい焼きさんたい焼き。かぜさんハート。バリ島行ってみたい私も。ハローパロプンテさんハート。のりみおさんシルダル、いさおちもシルダルありがとう。あ、ハートありがとう。私の趣味はギターです。ギター、ナイスキラー。ギター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 、うん、噛まないよ。なめなめレモン風。噛まない噛まない。ギターちゃんは JKT さんのメンバーさんなんだね。ギターさん、はーい。 My name is Rico. Please call me Ricochi. Ricochi.R-I-K-O-C-H-I リコチ。うーん、ギターさん。 How is Indonesian Express Construction Schedule? エクスプレス、え、電車、新幹線が通るの？すごいやん。JKT さんからの配信からの飛び飛びなんだ。インドネシアでのコンサートはいつですか？ Not decided yet。 はしもちゃんち、シルダルありがとう。翻訳機能欲しいね。カングニャンサーさん、ハートありがとう。ハート、スラマッパギー。
噛みそうになるけど噛んでないよ。すごい。必ず噛んじゃう。しんさん氷、ともさんシルダル、おへそさん結婚して、結婚で、できるかな。しんさんペンライトありがとう。しかおさんたい焼きありがとう。せいあら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 、どういう意味だろう。めっちゃ悪い言葉だったらどうしよう。リコチあらあら、インドネシア語に答えないで。なんでなんで、やばい。小人さんありがとう。趣味リコチ鑑賞、ウクレレ。あらあらって悪い言葉かな。わたるさん、いささん、ハート、シルダルありがとう。しんさんハートありがとう。 Can you speak English? Just a little bit。 カズさんありがとう。ヘンライト Say リコリコ。リコリコ。自社2時間なんだ。You're beautiful. Thank you. ひなとトラさん、シルダルありがとう。わからないのは確かに読まない方がいいね。サギーさん、ハートありがとう。すごい。ハロー。メタボネコさん、シルダルありがとう。セイブドームさん、ハートありがとう。うっ、すっぺ。真っ白になってるよね。カムカムレモン舐めたら酸っぱい。けどこれがたまらん。おはようさん、シルダルありがとう。少年をまさに、え、あらあらは少年をまさに手かごめにしようとしている。何コン姉さん、ボディコン、やばいじゃん。チャプター1さん、 Thank you 千万両コマを。酸っぱい。クエン酸まみれ。手ごめ、手ごめってどういう意味だろう。の何こん姉さんだろう。酸っぱいは英語で Sour。 Sour。手ごめはどういう意味だ。やばい、調べてみる。ファミコンね、ファミコン姉さんか。手に下げて持ち運びする、力ずくで自由を奪い被害を与えたり物を略奪したりすること。ちょっとやばいかも。さっきから悪い言葉を言われてるような気がする。あらあら、悪いじゃない。あ、あらあら、いちじく、え、かわいい。なん、ショタコン姉さん、やばい。ダメー。教授さんありがとう。あら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 、いちじくがいいんだけど、治安が悪い。やばいから調べなよ。みんなさ、物知り。私はインスタグラムしていないんです。 I don't have Instagram account。 Sad。 七夕さんありがとう。ろうそくにだるま。わお、リゴじゃん、何言わそんねん。あらあら、ダメだね。でもイチジクっていう意味だったらしいよ。プラヤゴ、プラヨガさんありがとう。ハート。ね、イチジク。本当ね。スペ。イチ
イチジクのインゴなんだ。イチジクって言っておきながらインゴなの。キャー、ペソ兄さんって言われてる。ペソはお金の単位かな。兄さん、なんで私ペソ兄さんなの。マジャさんありがとう。シルダル可愛いポーズ。罰ゲームでクエン酸飲まされたことある。しのぶさん風。あらあら、そこにいるのはなぜですか。パムパムさんハート、イサオちゃんもハート。そうクエン酸飲んでクエン酸がピシャーってもう無理だった。コバさん、カズさん、かわいいプンちゃんハートありがとう。センブリ茶もある。酸っぱいしクエン酸は、センブリ茶は激苦だしやばかった。確かに体には良さそう。確かに、あ、噛んじゃった。めっちゃちっちゃくなってたのに噛んだからこんなぐちゃってなっちゃった。フィリピンのお金の単位、噛んじゃった。 ST48 のインドネシアツアーしたいです。ショウさんハートありがとう。再チャレンジだ。最後まで舐めよう、頑張って。今まで噛まなかったよ。やっぱ無意識にカムカムレモン噛んじゃうんですね。ショウさんサブトレ猫ちタクちゃんありがとう。あと、しかも噛んだ方が美味しい説。全然美味しい。この癖になる噛み心地がやっぱ。バリ島行ってみたい。インドネシアなんですかバリって。うん、あとよく噛んでお食べください。やばこれは。チャージタブレッツが草まずだって。何があったの。うん、バリバリインドネシアなんだ。バリ島はイスラム教徒が少ない。おお、イスラム教徒ってどんなあれなんだろう、信仰がある。豚肉とかかな。喉大丈夫ありがとう。離席してもいいよ優しい。もうさ、社会のあの学校の授業とかでは結構仏教、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教習いますけども、忘れちゃった。こういうのって知っておかないと。知っていた方が大事ですよね。あん、豚肉とかか。あ、顔と手以外隠す。なるほどなるほど。アンラー、唯一神アンラーですね。なるほど。うん、アルコールもダメなんですね。すごい。おう、やっほー。うん、いける。やんねーの写真集めっちゃ可愛いよね。じゃあもう一回やってみる。カムカムレモン
あ、こうなの？電気の風船シュガーコーヒーは返り中破っても構わない？そうなんだ。じゃあ私がもし仏教徒でも、確かに政治と宗教の話は良くないね。でもこれは学校、あ、そういうの良くないのか、宗教。これも学びじゃ、もうじゃあこの話はダメだね。興味深いけど学校で習うから構えないよ今回は。なるにゃんさん、ハートありがとう。うん、写真可愛く撮ってね。マッツン、ハートありがとう。んになってる。コビトさんありがとう。シルダル、サラマッパギー、おとっとさんありがとう。うん、唯一神立候をあがめたてまつりそう。タグちゃんハート、あれ、サバトラネコチハートありがとう、言ったっけ。私の写真集は履歴まみれ、本人写ってないカットやばい。ピースさんシルダルありがとう。でもパーツの写真とか写すの憧れる。足とかなんかお尻とかドアップでなんかピンみたいなショットありま、あるじゃないですか。ピースさんシルダルありがとう。だから私向井地美音さんの写真集めっちゃ好きでした。高坊さんハートありがとう。可愛い向井地美音さんが。ファーハンさんハートありがとう。ミキヤくんありがとう。シルダル、うん、こんにちは、私はインドネシアからのあなたの新しいファンです。 Thank you! サラマッパギー。高坊さんハートありがとう。写真集でも履歴しちゃう。ほんと風景写真ただの。今伸びした。裸足が似合う、いいね、裸足似合う。おなごになりたい。黒電話好き、かき氷いいね。あ、確かにかきとかもぐらコロッケとかのぬいぐるみが写ってると。ムシッピーさん、ムジッピーさんだった。ハートありがとう。写真集いい、すっぴんいいね。あ、いいね、めくるごとに私が近づいて。私斉藤京子さんの写真集もめっちゃ好きで、なんか本当デートしてる気分になった。なんかもうあみたいな。え、もう一回ちょっと見てみようよ。ケビンコリーハートシルダルありがとう。キーさんハートありがとう。今からさ斉藤京子さんのとっておきのポイント鑑賞してもいいっすか。なんか今そんな気分なんですよね。どこだとっておきの恋人。本当にオフになるんですよね。ただいま、 NRR さん、ただちーさん、一個大好き、漢字キワタロンさん、なりたのし、オフの日はまったりね。うっぽさん、わたあめさん、ぽうゆうさん、優しいねみんな、フリマルおばかさん、 NRR さん、こびとさん、ミラボー。ありがとう、ありがとうございます。せつなさん、ぽうゆうさんもありがとう。あ、ここは夕方ですので、サラマッソー、サラマッソー、サラマッソー、サラマッソレ。フォーユーさんありがとう。履歴時のミラボ好き。宇佐田さんハートありがとう。履歴タイトル君がいた後。おもろい。名古屋でコンサート、そうなんだ、
すごい頑張ってほしい。レオネさん、宇佐田さん、ありがとう。ではちょっと見ていきます。もうね、やばい、これ本当に彼女と本当に過ごしてるんだよね。これでないよ。はあ、寝起きお布団で一緒に寝たのかな。まだ寝てたいんだね。わかった、お布団にいていいから一緒に寝よう。イサオチハートありがとう。え、あ、起きるの？うん、分かった。髪の毛結ぶって。お、きれいだね。会話してるあ、お布団畳んで偉いね。偉いよ。寒くない？そのパジャマアミアムフィブーさん、ありがとう。ハート小人さんも、シルダルエギさんも、ペンライトありがとう。そう、写真集と会話。お布団たらたんで偉いじゃん。え、僕におにぎり作ってくれるの？鮭入れてくれてるじゃん。え、苦手だよねお料理。頑張ったね。ご飯粒だらけじゃん。僕が取ってあげるよ。美味しそうなおにぎり作ってくれてありがとう。これは僕の分と京子ちゃんの分かな。え、おやすみなさい。エギさんありがとう。ハート、あら、寝るの？頑張って、これからお役目かな。お役目終わりか。そう、僕なの。プトラーさんありがとう。レインボースター、もうこの時間。おいしい、自分で作ったおにぎり。え、これもしかして自分で2個食べる気？あ、僕にくれるの？ありがとう。よし、じゃあ腹ごしらえもできたし、今からデートに行くか。新幹線ワクワクだね。かわいいね京子ちゃん、そのキャップ似合ってる。用事があるんだ。なになに、寝ちゃうの？寝ないって、よかった。顔は気になる？可愛いから気にしなくていいんだよ。ずっと私さ話して、でも本当にデートしてる気分になるんです。やばいよこの写真集本当に。スカイベストさんありがとう。スカイビーストさん、ペンライトありがとう。鏡で僕の方をチラチラ見てこないでよ、きょんこちゃん。きょうこちゃん、かわいいね。え、おやつにみかん持ってきたの？しかも2個？僕の分ときょうこちゃんの分。え、あーんしてくれるの？あ、おいしい。きょうこちゃんもみかん食べる。かわいい食べ方だ。いっぱい食べて。あれ、新幹線疲れちゃった？体育座りじゃん。あれ、京子ちゃん寝ちゃった。おやすみ京子ちゃん。タマさん、ハウスありがとう。あれ、起きたらと思ったら外が気になるの？京子ちゃん相変わらず髪が長いね。あ、着いたね。海が綺麗だね。あれ、京子ちゃん急にお洋服変えたね。いつの間に着替えたの？そのお洋服も似合ってる。白いノースリーブのワンピース、ポニーテールも可愛いね。あやかさん、ハートありがとう。海が似合うね京子ちゃん。あ、じゃあお出かけ、街へお出かけに行こうか。スニーカーもぴったりだね京子ちゃん。京子ちゃんとお花、どっちも綺麗だね。あ、お土産屋さんに来たね。どれにしようか悩んでるのかな。
僕たちでお揃いにしようって。僕が亀、京子ちゃんがいるか。嬉しいなぁ。ケン、クセレンさん、なり楽しん、シルダラありがとう。ね、この置物おかしいって。いやいや、この置物の顔真似しなくていいから。京子ちゃんは可愛いな。あ、ごめんごめん、お土産コーナー盛り上がっちゃったね。自転車借りてお外にお出かけしよっか。田口さん、シルダラありがとう。この配信大丈夫そう？自転車楽しいね。京子ちゃん、いっぱい漕いで偉いね。自転車楽しい？あ、疲れちゃった。じゃあ休憩しよっか。よし、次はこっちへ行こう。あ、行ってらっしゃい。タイムファイヤーさん、ありがとう。豆太郎大きなさん、シルダルありがとう。京子ちゃん、どこまで行くの？わあ、京子ちゃん、僕の車の中でなんか水着になっちゃった。京子ちゃん、トモさん、ビシュマさん、ブシマ、ブヒスマさん、ありがとう。いってらっしゃい。京子ちゃん、なんか肌が濡れてるよ。僕が知らないうちにどうなったの？京子ちゃん、どこまで行く気？なんで上はパーカー着てるのに下はプリプリなの？京子ちゃん、京子ちゃん、ちゃんと服着て。ヒロさん、ハート。リュウちゃん、シルダルありがとう。白い水着、とっても似合ってるし可愛いね。え、パーカーまで脱いじゃダメだよ。京子ちゃん、海と白い水着すっごく似合ってる。京子ちゃんが可愛い。京子ちゃん、僕をそんな目で見ないでよ。京子ちゃん、僕に水をかけて意地悪しないで。僕はまだ服着てるんだから。母さん、ありがとう。シルダル。朗読、え、写真集朗読。ああ、海楽しかったね。で、京子ちゃんの浴衣姿超かわいい。これから浴衣姿でお出かけだね。あ、じゃなくてもう宿に戻るんだった。あ、金さん、ハートありがとう。やっほー。畳の部屋と京子ちゃんの浴衣姿とっても似合ってる。京子ちゃん、僕にお尻を突き出してどうしたんだい？そんな目で僕を見ないでよ。京子ちゃん、京子ちゃん、僕ここに入っていいのかな。京子ちゃん、京子ちゃん、そこコインロッカーがあって。京子ちゃん、脱ぐの？京子ちゃん。ペレテさん、パレッテさん、ありがとう。タコ、京子ちゃん、ここ。あー、京子ちゃん、服、浴衣着てくれてありがとう。あ、砂で温まるっていうやつか。砂のお風呂か。肉だよさん、ありがとう。確かにテロップ変えた方がいい。あ、砂に埋もれるんだね、京子ちゃん。顎下まで首砂にうずまったから砂がついてて可愛い。温まったかな。京子ちゃん。あ、砂風呂って言うんだ。砂風呂デート。みきお兄貴さん、ハートありがとう。京子ちゃん、僕ここにいて大丈夫かな。京子ちゃん、これって お風呂だよね。京子ちゃん、僕まだ服着てるけど、京子ちゃん、京子ちゃん、そこ露天風呂だよね。外に丸見えなんじゃない。京子ちゃん、あ、お風呂上がって気持ちよかった？扇風機で涼んでるけど。京子ちゃん、なんでそんな目で僕を見てくるの？京子ちゃん、あ、よかった。お風呂終わったらボーリングデートか。かわいい
京子ちゃん。京子ちゃんったらボーリング得意なの？京子ちゃん上手にできたね。京子ちゃん、京子ちゃんボーリングのお洋服も似合ってるね。京子ちゃん可愛い。うん、京子ちゃんと次は防波堤デートだね。ケンエクスレンさん、エクスケンさん、ありがとう。ケンケンさん、ありがとう。たいやき、京子ちゃん白いワンピースとっても似合ってる。ドット柄なんだい。その目で、そんな目で僕を見ないでよ。京子ちゃん、京子ちゃん、京子ちゃんのこのアングルとっても綺麗。京子ちゃん、京子ちゃん、そんな目で僕を見ないでよ。京子ちゃん、あ、二人で一緒に花火しようって。京子ちゃんの、京子ちゃんの花火いっぱいパチパチで綺麗だね。京子ちゃんと海似合ってる。ワンピースが苦い、長いから、苦い、長いから砂につかないように注意するんだよ。京子ちゃん、どうしてそんな格好なんだい。京子ちゃん、京子ちゃんどうしたの。なんかワンピースはどこに行ったのと思ったらトマトめっちゃ食べてるじゃん。京子ちゃん、京子ちゃん、そこプライベートビーチじゃないよ。京子ちゃん、そんなに脱いで大丈夫？京子ちゃん！なんで、なんでそんな目で僕を見るの？そんな目で僕を見ないでよ。どうしたの？おへそが綺麗だね。京子ちゃん？どういう状況？京子ちゃん。あ、服を着てくれたね。ありがとう。カボメを追いかけないで、京子ちゃん。うん、京子ちゃん、あ、京子ちゃん、船に乗って行っちゃうの？行かないで、僕も一緒に行きたい。アデューってされちゃった。行かないで、僕も、あ、一緒に乗せてくれてありがとう。京子ちゃん、そこって寝転がっても大丈夫なところなの？エギさん、ハートありがとう。京子ちゃん、京子ちゃん、これ僕が一番好きなカットだよ。かわいい。京子ちゃん、そんな目で僕を見ないでよ。京子ちゃん、そのちょっと噛んでる下唇は何なんだい。京子ちゃんの笑顔が一番だよ。京子ちゃん、京子ちゃん、ご飯おいしいかな。京子ちゃん、てかそのワンピース胸元開きすぎじゃない。ちょっとどうなってるの。京子ちゃん、トモさんハートありがとう。おもろ、面白い。これ私めっちゃ好き。これヤンネーの写真集でも絶対この遊びする。遊びじゃないよ、これは会話ガチだから。ペレテさんありがとう。ハート、トモさんもありがとう。ちなみにまだ噛んでないよ。まだいる。カムカムレモン、京子ちゃん、島のデート楽しかったね。海も二人きりだったからすごいはしゃいじゃった。美味しいものもたくさん食べたし、一緒にやりたいことがたくさんできて、二人の思い出が一気に増えたね。お家に帰ったらまったりしよう。京子ちゃん、こんなに僕に顔を近づけてくれるの？これはもうそういうことだよね。あ、楽しかった。一日の目のデートありがとう。あ、京子ちゃんと待ち合わせ。京子ちゃん、すっごく可愛いワンピース着てきてくれた。とても可愛い。髪の毛も僕のために可愛くしてきてくれたんだね。ありがとう。ナンバーワンさん、ありがとう。デイワンでした。京子ちゃんとは銀座駅で待ち合わせよ。男一日。京子ちゃん、僕と手つなごうとしてくれるの？可愛い。つなごう。京子ちゃん、とってもかわいいよ。京子ちゃん、京子ちゃん、何を悩んでるんだ。京子ちゃん、京子ちゃん、そんな顔で僕を見て何をおねだりするんだ。
そのショーケースにいる犬のぬいぐるみが欲しいのかい、京子ちゃん。それにしても京子ちゃんの履いてるサンダル、すっごく厚底で可愛いね。ポジャリさん、ロジャリさん、ありがとう。マジ可愛い、本当にめっちゃ可愛いです。めっちゃこれ本当興奮しるする、興奮しる興奮しるみたいな、なんかごめんなさい。京子ちゃん、京子ちゃんとはディナーだね。京子ちゃんめっちゃええとこのディナーだけど、そんなポーズしちゃって大丈夫？京子ちゃんトレンド入りしちゃう。このシリーズ化希望、分かった。クロワさんたい焼きありがとう。京子ちゃん、あ、京子ちゃんは何がいいの？うんうん、オムライスがいいんだね。分かった、何でも食べ。喋れてない、ほんと興奮しすぎて興奮してる。京子ちゃん待ってるまで、いい子に待てる？あ、オムライス来たみたいだね。テーブルでケチャップかけてもらえるなんて嬉しいね。京子ちゃんいただきます。エギさんハートありがとう。京子ちゃんおっきなお口開けて食べて、かわいいね。ジュースは何かな、パインジュースかな。ストローで飲めて偉いね。おいもちゃん、瀬戸内のひさまさん、たけさん、そのままシルダルありがとう。京子ちゃんオムライス美味しかったね。あ、水族館に今日は行くんだよね。で、服変えてくれたの？このためにお洋服を変えてくれたんだ、ありがとう京子ちゃん。何がいるの？この水槽の中に何がいるって、てかその洋服とっても似合ってる。アッキーさんハートありがとう。京子ちゃんのタイトスカート、そんな下からアングルで見てもいいのかな。京子ちゃんが幻想的だ。薄い暗がりの中映る京子ちゃんが素敵。アッキーさんハートありがとう。京子さん、京子ちゃんはクラゲに夢中、名前呼びたい。京子ちゃんペンギンが飛んでるね。ヤッシーさん誰もありがとう。京子ちゃんはペンギンに夢中って、京子ちゃんの服なんだか危なくない？あ、京子ちゃん水族館楽しかったね、お土産コーナー行こっか。ヤッシーさんだるま、ケンさん、ビンビンさん、バラありがとう分散受けるやばくないよこの配信。京子ちゃんそのおっきいチンアナゴが欲しいの？ん？ペンギンが欲しいの？その顔僕に買ってって。いいよ何でも買ってあげるから。あ、京子ちゃんと展望台に来たよ。ビンビンさんハートありがとう。京子ちゃんはしゃぎすぎだよ、怖くないの高いところ？ちょっとなんかブンブン来た、大丈夫？大丈夫。サラハさん、あ、カムカムレモン噛んじゃった。わたあめさんありがとう。ハート、りょうこち帰ってこいって言われてる。京子ちゃんじゃあ記念写真撮るよ、せーの、はい、チーズ、パシャ、ピースしてくれてありがとう。京子ちゃん噛んじゃった、再チャレンジだ、最初からやり直しだ。京子ちゃんとっても可愛い、ドーナツ屋さんだね。京子ちゃんがショーケースに並んでるみたい、そしたら僕が買うよ。噛んじゃったレモン。京子ちゃんとドーナツってぴったりだ。ドーナツじゃなくてカップケーキ頼んだの？まだここら辺ですね、あと半分だよ。結構多いの。そうめちゃね、そうなの、すごいの。チョコレートといちごのカップケーキだね。京子ちゃんそんな目で何って、お会計かな京子ちゃんのおねだりだった、パフェ食べてあと半分聞かされる、やばい、かわいそう。みんな長編妄想小説。京子ちゃんホイップクリームそんなにつけて、食べ方が無邪気で可愛いね。京子ちゃんそんなにストローに唇を押し付けてどうしちゃったの。京子ちゃんさくらんぼを食べようとしてる。京子ちゃん
き買ったペンギンにチューしちゃってるよ。京子ちゃんのプルプルの唇がふわふわのペンギンのぬいぐるみにのくちばしに当たったよ。で、京子ちゃん服の第一ボタンと第二ボタン開けちゃったよね。え京子ちゃん軽くボタン4つは開けちゃったよね。京子ちゃんスカートのサスペンダーなんで下ろしてるの。京子ちゃん両サスペンダー落ちちゃったよ。やまびこさんハートありがとう。やばい、本編です本編です。京子ちゃん。やばい、私がやばいやつって思われちゃうけど、私めマジ今ガチテレしてるから。京子ちゃんそんな顔で僕を見ないでよ。京子ちゃん京子ちゃんレース柄なんだね。大好き神崎渡郎さん、直人さん、シルダラありがとう。京子ちゃんピンク色なのかな。直人さん、たい焼きありがとう。京子ちゃん京子ちゃん一旦落ち着いて。京子ちゃん京子ちゃん、僕は見てないから。僕はそんな、僕はどっからも見てないからね京子ちゃんっていう、ほんとアングル、ほんとに京子ちゃんはソファーの上かな。ケンケンさん、キューさん、ありがとう。京子ちゃんなんでそこまで服をまくし上げてるのかな。京子ちゃんなんで。京子ちゃん、キューさん、シルダルありがとう。京子ちゃんそんな口元をそばめてそんな目で見ないでよ。もう魂ない、私一周回ってしまった。京子ちゃんそんな恥ずかしそうな顔してるけど自分で服脱いでんだよ。京子ちゃんふわふわに着替えたってことか。焦ったー、なんだびっくりしたよ、びっくりしたって。ケンさんハートありがとう。京子ちゃんびっくりしちゃった。服を脱ぎ出したからなんだと思ったら部屋着に着替えただけか。安心したよ京子ちゃん、僕が変なこと考えちゃっただけだった、ごめん。ふわふわのクマさんになって可愛い。ペンギンさん、僕が買ってあげたペンギンさんと仲良くしてくれてありがとう。うわ、ふわふわのクマちゃん、京子ちゃんもとても可愛い。え、ちょっと胸元気をつけてね。胸元気をつけてね京子ちゃん、胸元気づけてね京子ちゃん、京子ちゃん、ドアップな京子ちゃん、クマさんなんだね。可愛い。京子ちゃん落ち着いたね。次は白いトップスにデニムのコーデ、とっても可愛い。モビさん、はだるまありがとう。歩道橋にいるね。あ、階段登るって
どうしちゃったの？疲れちゃったの？京子ちゃん。あ、ちょっと日向ぼっこしようって感じか。京子ちゃん、僕と手つないでくれてるのかな。あ、ありがとう。京子ちゃん、木の裏からかくれんぼ？京子ちゃん、京子ちゃん、でデニムがとっても似合ってるよ。京子ちゃん、アイス食べたいって言ってたもんね。アイス美味しい？口にバニラついてるよ。京子ちゃん、背中が丸出しだよ。京子ちゃん、京子ちゃんと猫カフェだよ。猫ちゃんにモテモテな京子ちゃんだね。京子ちゃんがにゃんってしてこっちを見ている。京子ちゃんがいっちゃんかわいいよ。京子ちゃん猫耳を持ってきたの？猫耳カチューシャをつけて猫ちゃんとお目目を合わせて とってもかわいいよ。京子ちゃん、猫ちゃんくっついてる。京子ちゃんが一番かわいいよ。え、京子ちゃん、それは猫ちゃんの食べ物でしょ。舐めようとしちゃダメだよ。舐めようとしちゃダメだよって僕に猫じゃらし向けてきて、僕は猫なんかじゃない。ラノベ主人公に絶対おる。あ、京子ちゃん、ここは、炭酸水を飲んで夕日で黄昏れてるね。京子ちゃん、かわいいね。京子ちゃん、色っぽい。京子ちゃん、おお、バンブーホースさん、シルダルありがとう。夕日に照らされてる京子ちゃん、すっごく色っぽい。京子ちゃん、またお洋服着替えてくれたの？ドットのワンピース似合ってる。映画館だね。ほんとだ、もう16時だ。ちょっとこの写真集見て最後にもう昇天したら終わりましょう。キャッ、でもあともうちょっとだよ。ほら、ポップコーン食べ方が。京子ちゃん、僕京子ちゃんの今左に座ってるね。京子ちゃん僕にあーんしてくれるの？京子ちゃん美味しい。京子ちゃん、映画面白くないの？京子ちゃん、映画とっても退屈そうだね。あ、感動してるのかな。あ、笑ってる。あ、ポップコーン食べてる。京子ちゃん、映画の後はディナーだね。コバさん、ありがとう。シルダル、ワイン美味しいね。ステーキとっても美味しいね。確かに私もそんな時間から配信してるんだ。東京タワーが見える夜景のディナーどうだった？めっちゃ着替えてくれてる京子ちゃん。京子ちゃん、パールのネックレス、これって僕が初めてのお誕生日にプレゼントしたあのネックレスだよね。つけてきてくれてありがとう。乾杯。あ、京子ちゃん、ステーキごちそうさま、ありがとう。京子ちゃん、今日のこれは東京駅の前だね。京子ちゃん、今日も一緒にディナー食べてくれてありがとう。え、まだずっと一緒にいたい？今日は帰りたくないって。かわいいおねだりだな。あ、手つないでくれるの？ありがとう。綺麗な最上階ぐらいのホテル？ベッドが2個あるね。京子ちゃん、京子ちゃん、さっき着てた白いワンピースはどこかな？京子ちゃん、急になんか白 T 1枚になっちゃったけど、恥ずかしそうにしないで。京子ちゃん、
白い T シャツずっと着てくれてるんだよね。ねえ京子ちゃん、白い T シャツこれ、あ、うん、僕がさっき貸した白い T シャツだった。え、脱ぐの？うん、京子ちゃん、うん、京子ちゃーん、京子ちゃん、その体勢は何京子ちゃん、枕をね、こうやって枕に持たれて、京子ちゃん、右側にいるよ。添い寝してるみたい。え、約束って、これからもずっと一緒にいようって。うん、京子ちゃん寝ちゃった。よかった、京子ちゃん寝てくれた。おはよう京子ちゃん、おはよう京子ちゃん。タオル、シーツにくるまってて、かわいい。あ、ちょっと、着てるものが変わったね。京子ちゃん、眠そうだね、京子ちゃん。眠いよね、京子ちゃん。たくちゃん、ハートありがとう。京子ちゃん、そりゃ、眠いよ。おはよう。あ、メイクするって？メイクの前に服を着てくれよ。そのグロスピンクでとっても似合ってる。終わりました。カンしました。カン、ちょっと一夜を共に過ごしてしまいました。京子ちゃん、京子ちゃん、お休みからおはようまで、めでたしめでたし。もうね、私本当にこの写真集いくら見ても本当に毎回昇天して、本当毎回本当もうふうってなるんですよね。よかった。うわー、良すぎる、良すぎました。京子ちゃん良すぎる。次もまたちょっといろんな写真集でデート気分を味わいましょう。やっぱり写真集ってこうやって、写真集は会話しながら見るのがね、いいんです。遊泳禁止でいきましょう。次はリルルさん、ハート。次はゆうかちゃんでいきましょうね。ゆうかちゃんで。なんださん、ハート。ストチのひさまさん、シルダル。昼間おバカさん、シルダル、ありがとう。とりあえずちょっとね、そう、1日目はもうお別れして、今日のデート楽しかったって終わったんだけど、2日目は1泊2日のデートでした。ちょっとあ、昇天でございます。うのさん、ハートありがとう。写真集の楽しみ方おかしいって言われてる。リルルさん、ハートありがとう。これは買うしか。遠藤さくらさんのカレンでもね、会話したいですね。本人の前でやりたい。確かに、ちょっとまた写真集会話配信しましょう。したい、いろんな配信がいっぱいある。楽しかった。でも遠藤さくらさんの配信、あ、写真集いっぱい見たいな私。でも本当、あのとっておきの恋人はすっごいなんかデートしてる気分になれるし、本当に自分って京子ちゃんの恋人になってなんだなっていう気持ちになれるので、あの本当おす、あの好きです。私は毎回読んで、あの会話してデート気分してます。ありがとう。私、え、面白かった。嬉しい。ありがとう、見てくれて。コージーさん、シルダルありがとう。でもちょっと服いっぱい着替えてくれる、もうサービス精神豊富な彼女でしたね京子ちゃん。もうちょっといろんなところで脱いじゃうからびっくりしちゃったよ。
みんな私に付き合ってくれてありがとう。私結構私が一番妄想得意な気がする。みんなも私の履歴とかでリコちゃん今何してるんだろうってなるけど、みんなが私が一番妄想得意。幸せになっちゃった。ありがとうみんな、私の配信を見守ってくれて。あ、じゃあ皆さん、そう、本来の楽しみ方これ。もし私が写真集ね出せるぐらいビッグになったら、みんなぜひ私の写真集と会話してくださいね。私も写真集会話配信するから。でもこういうストーリーのある写真集作りたいと思う、もし私がさせていただけるなら。イルカさん、あとありがとう。じゃあもう午後になる、もう午後なんだけど、もう夕方ですね。親子丼食べに行こうかな、食べに買ってこようかな。楽しかった、私もめっちゃ午後じゃん、楽しかった。でもまた配信しますよ、お礼配信もねしたいので、ちょっとカキカキちょっとやっと落ち着いたので進めていこうかなと思います。じゃあ次の配信もお楽しみに。今回の配信もね、こうやってお化粧するところを一緒に見てくれたり、一緒にレビューしてくれたり、いっぱい楽しい時間を過ごしてくれてありがとう。じゃあ壇上の方お呼びいたします。コツコツ お片付けもする、カキカキもする、頑張る。大好き神崎渡郎さん、アッキーさん、川ちゃん、教授さん、宇佐田さん、パズーさん、フォーユー、体は新潟にいるけど心はリコチ、ありがとう。ヒヒさん、バディーズさん、ビロコーさん、高幸さん、ナンバーワンさん、エギーさん、ヨウくん、ミキヤくん、ケビンコリー、レオーネさん、マシャさん、トシキさん、ワタアメさん、ハシモちゃんち、ボヤッキーさん、ペレッテさん、イッコー、鍋鍋所長、トモさん、オットオットさん、土駒さん、おへそさん、シトウチのイサマさん、タイムファイヤーさん、ノリミオさん、ひなとトラさん、そして本日の秋元先生枠はイサオチ先生です。ありがとうございます。フレマロおバカさん、フクちゃん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はタダチーさんでした。タダチーさんありがとう。第2位はウッポさんでした。ウッポさんありがとう。そして第1位は成田のしんでした。久々1位、初めて1位。オフの日はまったりね、ありがとう、まったりする。皆さん私の配信見てくださって、ずっと見守ってくださってありがとうございました。楽しい、やっぱみんなと話すとすごい盛り上がって楽しいです。楽しめちゃうここからリコチだから成立する企画って言われて、やっぱちょっとこういうねピチピチになる心がね、そういうなんか写真集見ると結構心が元気になって、そういうところでも栄養がね摂取できるので、ちょっと栄養摂取していこうかなと思います。かわいい、相変わらず。じゃあ皆さん、よろすけさんハートありがとう。次の夜配信もお楽しみに。ブロンズさんハートありがとう。無音無言ジンジンさんありがとう、ハート。では午後中の夕方からも健やかに、じゃあえいえいおうしましょう。今日も健やかにいきましょう。それでいきますよ、せーの、えいえいおー、健やかにお片付けする、えいえいお片付けです。配信栄養になってる。ちょっと次は遊泳禁止でもしましょう。夜配信する、待ってて。かっぱえびせん食べて、親子丼食べて、なんかもう話す相手いなくて寂しいってなったら配信始めます。でもカキカキもしたいし、カタカタもするので頑張ります。私は、じゃあね、またみんなありがとう。じゃあ、お片付け健やかに。またメールたくさん送ります。いつでも OK だよ、さすが。やっぱ休日の配信楽しいね。じゃあまたね、夕飯行ってきます。夕飯、夜ご飯、夜ご飯行ってきます。かっぱえびせん行ってきます。じゃあね、カキカキもカタカタも行ってきます。にゃんにゃん